1934A 型。1935年10月12日気候。1937年3月18日浸水。1939年8月28日収益。第二次世界大戦開戦後は、北海での機雷敷設などに従事した。1940年2月には、ビーキンラー作戦に参加。 1940年4月、ノルウェー侵攻作戦に参加し、ナルビクに向かった。4月9日、オフォトフィオルドに到着し、乗せてきた兵員を上陸させた。4月10日に、イギリス軍の駆逐艦が、ナルビク港に攻撃をかけ、第1次、ナルビク海戦が発生した時、エーリッヒ・ケルナーは、ボルフガング・ツェンカー、エーリッヒ・ギーゼと共に、ヘリアンクスフィオルドに停泊していた。 三隻は、ナルビク港の方へ向かい、イギリスの駆逐艦と交戦した。エイリッヒ・ケルナーは無傷であったが、この海戦でドイツ側は二隻の駆逐艦を失った。4月11日、エイリッヒ・ケルナーは、バランゲンフィオルドで座礁し大きく損傷した。このため浮き放題として使われることとなった。4月13日、イギリス艦隊が再びフィオルド内に侵入した。 デュープビクワンにいたエイリヒケルナーは集中攻撃を受けて撃沈された。上院39名が戦死した。結局、この日の第二次、ナルビク海戦でドイツ側は駆逐艦8隻すべてを失った。ありがとうございます。